おはようございます。今日も見てくださりありがとうございます。なんだか気だるい金曜日今日はね、レンジで2品簡単にね、これ器にラップを敷いてハムを2枚で卵を割り入れたら、破裂さしないように爪楊枝で黄身を5、6箇所ぶっ刺して、軽く塩コショウね、でハムをかぶせて、ふんわりラップをして500ワットで1分40秒レンチンね。そしたらさ、小松菜はこの葉っぱの方に切り込みを入れて、私はね、もつれないように入れてるで、食べやすい長さにザクザクザクと切るよ。なんか今日はね、お天気がパッとしないのよ。だからね、気だるいですまだ朝なのに。そしたら600ワットで2分レンチンね。でさ、水気をピッピッピッって取って、分量はこれね、お家にある梅干しを叩いてもいいけどさ、もうちょっとめんどくさいからね、練り梅、あのチューブのやつを使うで、かつお節ね、で全体をあえて、これでね、さっぱり副菜、小松菜の梅おかかあえの出来上がり。そしたらえのきベーコン、ベーコンでえのきをくるくるくるっと巻いて、巻き終わりは爪楊枝で留めて、詰めるときに外せばよーし。で、ウインナーに切り込みね。でさ、豚肉に軽く塩コショウをペーッと振るよ。そしたらさ、パタパタって私折りたたんだ片栗粉をまぶすよ。結構ね、しっかりめにまぶしてる。これは裏表ね、まぶすね。とりあえず木曜日だから明日まで頑張れば休みだ。ファイトファイトでね、分量合わせ調味料これね、やっぱさ、何度も何度も同じこと言うけど、この福来順の酒みりんうまいで、よく混ぜとく。で、これさ、くっつかない、なんだった、くっつかないアルミホイルね。私は最初知らずにさ、ギンギンキラキラの方を焼いてたらさ、このね、キラキラ光ってない方で焼いたらね、いいよって教えてもらったで、えのきベーコンね。で、ここはさ、油をペロリンと塗って、ウインナーね、あの油を敷くやつ、あれさっきね、ちょっとキラリと映った、あれあれって。でもえのきベーコンを裏返して、で、ウインナーもよく塩梅で焼けたからね。でね、このえのきベーコンはね、マキシマムで味付け。マキシマムは息子が好きなのよ。ちょっとね、振りすぎた。若干ね、ドボって出たけど、まあまあまあ、気にしない。で、油を熱して、豚肉を焼くんだけどさ、パタンパタンパタンって畳んでるから、畳んだ一番下の方が、なんていうの、下になるように、まあすごい説明難しいな焼く。でね、もうこれ入れたら触らないでさ、このままね、片面1分半ずつ焼く。
そしたらね、バラッとばらけんからね。で、裏返して、でね、これをまたあと1分半焼く。そしたらさ、合わせ調味料をザバッと入れて、このタレをさ、しっかり絡めつつ、みりんと酒のアルコールをぶっ飛ばす。でね、クリクリしながらさ、全体に絡めたらさ、まあよか照りが出てね、うまそう。もうこれでさ、豚の生姜焼きもできた。詰めるよ。これね、ご飯は段差をつけてるから、くぼんだ部分、段のところにさ、生姜焼きをドドンと乗っける。そしたらね、ワックスペーパーで仕切って、レンチンハムエッグは断面が見えるように詰めるよ。でね、カップを敷いて、ここにさ、小松菜の梅おかかあえね。でもね、ちょっと入りきれないなと思ったからね、ウインナーはね、諦めた。諦めたって。で、隙間にえのきベーコンね。そしたらね、のり玉ふりかけをパーって。で、自家製梅干し。でね、入りきれなかったウインナーもご飯の上にドドンって乗っけた。でさ、なんだ、生姜焼きにごまをパラーっと。で、これね、ミニトマトも入れ忘れてるけどね、後から気づいて入れたよ。これで今日のお弁当の出来上がり。今日はね、定番おかずだね。豚の生姜焼きとかのお弁当でした。材料と分量これね。また概要欄にも書いとくね。最後まで見てくださりありがとうございます。ではでは、良い一日を。